はい、どうもこんにちは、扇風クラです。気づいた方はいるのかもしれませんが、今現在ですね、風邪をひいてます。はい、38度ありましたね、さっきまで。だいぶ良くなったんですけどね。なんでこの動画作りました。じゃあ早速回していこうと思います。どうぞ。いやー、具合が悪い。おお。はい、もう風とかどうでもいい、風とかどうでもいい。うーわ、やった。ここ最近うんよ。ハロハピのこと、もっと周りの子たちに知ってほしい。この触り心地、ふわふわしてて。もうまたかよ。いやー、クソゲー。スキップ。ハロハピの方、もっと周りの子たちに知ってほしい。あれ、これ持ってなかったっけ。うわ、ほんとクソ。出てんじゃん、かおりさん。はい、というわけでね、もう満足ですわ。はい、だけでもうちょっとハロハピで組めんじゃね。1、2、3人、3、3人って感じか。じゃあ早速、あ、やばい、ひどいラッキーだ。いやー、風邪ひいててね、すいません。なんかこうやって平日のね、昼間に家にいられるって幸せっすね。やっぱこの曲全然知らない、歌えるか分かりません、曲全然知らないんで。じゃあやっていきましょうか。全然知らない、全然知らない、全然あ、そういえばね、昨日人狼 Z でね、あ、人狼 Z だね、人狼ジャッジメントでね、なんかジェシカが2人になって、しかも自分がジェシカだったから面白かったから動画化しようと思ったんだけど忘れちゃってさ、そのテンションで風、その、あの、なんていうの、失態で風邪ひいちゃったかな。マジでわかんない。ポテチは塩だね、海苔塩コンソメ、異論は認めない。いや、マジで、もう話めっちゃ変わるけど、まあ見てた、ちょっと待って、ポテチ、あの、うつ塩がより海苔塩コンソメ、まあ海苔塩はいいとして、コンソメが好きって言ったやつ、俺はもう人外だと思います。全知らない、君のこと全然知らない、もう昨日の爪の時点でさ、喉はだいぶ痛かったんだけどさ、いや、まさかね、風邪ひくとは思わなかったわ。でも昨日夜ね、1時頃、夜っていうか夜中1時頃、関節痛かったんだよね、めっちゃ。インフルエンザかな、この時期にインフルエンザがなるやついいのかわかんないけど、マジの違いだよ、こんな時期にインフルだったら。しかもめっちゃミスったし、曲頭も地味に。でもね、これから動画ちょっとせっかくやんで、ため撮りしようと思う。コンパスがさ、なんか、なんていうの、ログインできなくってさ、今メンテ中で、うん、だから動画撮るぐらいしかやることないんだよね。アリサ、じゃあね、次回の動画でまた会いましょう。バイバーイ。